私の名前はともか。同い年の夫総一と小3娘小1息子の4人家族です。義両親との2世帯住宅に暮らしています。光熱費は世帯ごとに分けず、今まで私たち夫婦がまとめて2世帯分を払っていました。そしてこの度、私たちが出ていくことになったのです。すると、義母からとんでもない言葉が。光熱費、このまましばらく払い続けてくれない？今光熱費すごく高いのに、私たちの新居に加えて2世帯住宅の分も払えって？ 3 世帯分になっちゃうじゃない。絶対に無理。数ヶ月前のとある休日、リサ、とうとう離婚を決めたらしいの。旦那さんの仕事が忙しくて、1ヶ月に1回くらいしか顔を合わせない生活にもう限界なんですって。リサさんは夫の妹です。結婚して樹くんと朝日くんを育てています。旦那さんがとても稼ぎのいい人で、専業主婦をしながらゆっくり子育てに専念していると聞いていましたが、まさかそんなことになっていたとは。いつきくんとあさひくんの親権はリサですって。ずっと働いてなかったから、いきなり正社員は自信がないって、パートの仕事を探し始めたところだって言ってたわ。でね、子供二人を女手一つで育てるのはいろいろ大変だから、子供たちを連れてこっちに戻ってきたいって言ってるんだけど。そうなんだ。でもどこに住むつもり？そっちの世帯で同居するの？そんなの広さ的に無理よ。だよな。でもリサはどうしても戻ってきたいらしいのよ。もしかしてリサさん親子を住まわせたいから代わりに私たちに出て行ってほしい感じ？これはチャンス？この2世帯住宅は義両親が若い頃、義祖父母と暮らすために建てたものです。しかし3年前に義祖父たちが相次いで亡くなったため、住居スペースが1世帯分空いてしまったのです。いい機会だから引っ越してこないか？そうだな。ローンは親父が完済してるから家賃ゼロだよ。悪い話じゃないだろ。まあそれなら、しぶしぶ2世帯住宅への引っ越しを了承したのですが、完全分離型の2世帯だけど、義母はすぐ上がり込んでくるし、何より性格が合わず、ぶっちゃけ休まる暇がない。そんな日々から解放されるかも。私は絶対ここに戻ってきたいの。これから一人で子供たちを食べさせていくのに、お父さんやお母さんが近くにいてくれたら安心だし。それがいいわ。私たちがサポートしてあげないと。昔から友達みたいな仲良し親子だそうです。なので義母はぜひとも娘を呼び寄せたいのでしょう。しかし義父は、リサの勝手な都合で出戻ってくるというのに、そのせいで総一が追い出されるのはおかしい。援助するから、リサはうちの近くにアパートでも借りなさい。ここには長男である総一一家が住み続けるべきだ。でも新しく家を借りるとなると、初期費用で何十万とかかるでしょ。それを全部援助してくれるの？無理だよね。小さい子供が二人もいるし、今はそういうことにお金を使いたくないの。だから家賃ゼロのここに住みたいの。生活がかかってるんだよ。お父さん、娘がここまで困ってるのよ。孫たちに不自由な暮らしをさせるつもり？かわいそうじゃない。いいよ、俺たちが出ていくよ。来た、これはいい流れ。リサはこれから大変だし、俺たちは近場の賃貸に引っ越すよ。先のことはおいおい考えていくとして、とりあえずこのうちにリサたちが住めばいいんじゃないか。まあ事情が事情だ。仕方がないか。お父さんお兄ちゃんありがとう。よかったわねリサ。お母さんもほっとしたわ。やったー、引っ越し決定。総一もリサさんもお母さんもお父さんもありがとう。最初のうちは家賃がタダになるから多少は我慢しようと思ったものの、次第に耐えきれなくなっていました。二世帯住宅での暮らしを義妹のリサさんと交代できるなら理想的だなぁと感じてしまったのです。リサが引っ越してくる。ああ嬉しいわ。嫁だとあれこれ気を使っちゃうもの。やっぱり実の娘よね。そういえば、今までタダで住まわせてもらって申し訳ないからって、総一が電気代とガス代を払ってくれていたけれど、それなくなるわけよね。我が家は二世帯住宅だけど、電気やガス、水道の支払いは分かれていませんでした。夫と総一が話し合って、電気代とガス代は総一が、水道代は夫が支払うことになったのです。それをきっかけに私は新たなお稽古事を始めました。フラメンコです。
光熱費が減ったことでいいお肉やお魚、ちょっと高級なお酒などを気兼ねなく買うようになったのです。ここ3年ほどは総一が払ってくれてたからあんまり気にしていなかったけど、いくらなのかしら。先月の電気代とガス代いくらだった？嘘でしょ、こんなに高いの？光熱費が高騰しているとは聞いていたけど、まさかここまでとは。こんな額リサが払えるはずないわ。きっとうちが払うことになるわよね。そうなったらフラメンコ続けられる？あ、もしもしリサ、ちょっと相談なんだけど。電気代とガス代なんだけど、引っ越し後もしばらく総一が払ってくれない？リサの仕事が決まって収入が安定するまででいいからね。ちょっと待って、私たちだって自分たちの家の光熱費があるんだけど、しかも家賃の支払いだって始まるし。突然何を言い出すんだ。だってリサがどれだけお給料がもらえるようになるかわからないじゃない。子供たちもいるし、リサには払えないわよ。だったらうちで払うだけだ。住んでない総一が払う義理はないだろう。でもね、お父さん去年入院したし、病気がちで医療費もかかるしね。昨年義父が入院した時、大変な思いをして面倒を見たのは義母。病気のことに触れられると義父は義母に頭が上がらなくなってしまいます。私もお父さんも年だし、先行き不安なのよ。お願い総一、私たち家族を助けて。今まで家賃タダだったし、恩返しだと思ってリサの生活が落ち着くまででいいの、お願い。ちょっと考えさせて。情に脆い優しい夫はきっぱり断ることができませんでした。帰宅後、住んでいない家の光熱費を払うっておかしいよね。これからは私たちの家だって光熱費や家賃がかかるのに、3世帯分も光熱費を払うの？もちろん断るつもりだよ。でもあの場でどういう言い方をすればいいかわからなくて。きっぱり払えませんでいいでしょ。先週のこと、最近電気代もガス代もすごく値上がりしてるな。今月はいくらかな。いくら二世帯住宅とはいえこんなに？三世帯分の光熱費なんて払っていたら家計が破綻しちゃう。私は絶対に反対だからね。その後、義父がそっと我が家へやってきました。さっきは母さんが変なこと言ってごめんな。もちろん払わなくていいから。表面上は適当に話を合わせておいて、引っ越したらひたすら払いませんと言っていればいい。後のことは俺が何とかするから。お父さん、ありがとうございます。何かあったら言ってください。すぐに駆けつけますから。引っ越すって言ってもすぐ来られるしな。丸々町のマンションだよ。絹江姉さんの家の近くだな。何かあったら頼るといい。こうして光熱費の件は解決し、しばらくして私たち一家は引っ越したのです。引っ越し先の近所に住んでいる絹江おばさん、親戚や地域の方からも絹江姉さんと呼ばれて親しまれていて、義父は絹江おばさんをとても信頼しています。引っ越し先に心配はありませんでしたが、この表面上は話を合わせておくという決断のせいで、後であんなことになるなんて思いもよりませんでした。総一たちが引っ越してしばらく経ったある日、あれ？何この手紙。電気料金引き落とし口座変更のお知らせ。口座名義人が夫になってるじゃない。総一が払う約束じゃなかったの？払わなくていいって俺が言ったんだ。聞いてない、話が違うじゃない。これからは俺たちとリサでやっていくんだ、つつましくな。そんなの困るわ。フラメンコはどうなるの？発表会でいろいろお金がかかるのに、毎日のお買い物にだって響くじゃない。いいお肉やお魚だって買いたいし。節約するしかないだろう。そんなの絶対に嫌。リサ、光熱費総一が払ってくれなくなったわ。え、何それ。お兄ちゃんが払ってくれなかったらどうなるの？まだ仕事決まってないし払えないよ。こうなったら何としてでも総一と友果さんを説得するしかないわ。あなたも協力して。うん。お母さんからすごい量の着信。お父さんから無視するように言われてるから無視してるけど怖い。友果さん、開けて。いるんでしょ。お母さんとリサさん、開けて。どうしよう。とりあえず出てきなさい。まずは穏便に話し合いましょう。お母さん、リサさんって、あれ、お裾分けに来たんだけど何があったの？昨
犬江お姉さん、違うんです、これは今日会う約束をしててね、友香さん。ここではなんだから、とりあえず家に行きましょうか。ちょっと待って、絹江おばさん。友香さんに大事な用が。いいからいらっしゃい。友香さん、今日は本当にすまなかった。俺が病院に日帰り検査に行っている間に。聞いてるわよ、引っ越した後も光熱費を払い続けろだなんて無茶なことを要求していたらしいじゃない。そんなの総一くんたちがかわいそうじゃないの。息子夫婦を困らせちゃダメ。はい、おっしゃる通りです。姉さんが電話をくれてな、俺も急いで駆けつけたんだ。もう総一たちに迷惑をかけないよう、その場できっちり約束させたよ。すみませんでした、迷惑をおかけして。ごめんなさい。俺がもっとしっかり静止していれば、いや、俺がきっぱりと断っておくべきだった。もう何事かと思ったわよ、遠くから大騒ぎしているのが見えたから。てっきり借金取りか強盗か何かかと思ったわ。絹江おばさん、ありがとうございます。これでお母さんとリサさんもようやく目が覚めたようです。それから二世帯住宅の光熱費は義父が支払っています。リサさんは仕事を探すものの、あれこれ理由をつけてはすぐ辞めてしまうそうです。リサ、いい加減にして。本気で働く気あるの？うちの食べ物持ち出してるでしょう。うるさいな。そのうちよ、そのうち。あんなに仲良しだったのに、わからないものですね。あのまま少しの間だったら払ってもいいよなんて総一が言っていたら、ずるずると払い続けなきゃいけないところだった。危なかったな。実家はリサが住み続けるだろうから、俺たちは新しく家を買おうか。うん、平穏を取り戻した我が家は今マイホームを計画中です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。